トーマス・オースティンの肖像画、トーマス・オースティンはオーストラリアに入植したイギリス人である。1859年に彼がオーストラリアに持ち込んだウサギがオーストラリア大陸全土に広く分布するようになったことで知られている。トーマス・オースティンはジョン・オースティンとナンシーの末っ子としてイングランドのサマセット州バルトンズボローで生まれた。1831年。 一家でバンディーメンズランドの入植地ホバートタウンに到着した。おじやい,いとこと共にラーウェント川を渡る最初のフェリーを設置した。ウーズ近郊で農業を営んだ後、弟のジェイムズと共に1837年に大陸本土へ渡り、ポートフィリップ地区の西部地方に開拓放牧者として定住した。1845年。 メルボルンでエリザベス・フィリップス・ハーディングと結婚し、11人の子供を設けた。オースティンは1837年からビクトリア州ウィンチェルシー近くに土地を取得し、12000ヘクタールの牧場を開いた。この土地は羊の飼育や馬の調教に使われた。1871年、オースティンが設計し、自分の敷地内に建てた邸宅が完成した。 この邸宅は現在、オーストラリアナショナルトラストが所有し、一般公開されている。オースティンは、邸宅完成の半年後に亡くなったが、妻のエリザベースは邸宅に住み続け、事前家として、ハイデルバーグのオースティン病院や、ジーロングのオースティンホームズフォーメンの設立に、貢献した。オースティンは、ビクトリア州潤化協会のメンバーとして、多くの種をイギリスからオーストラリアに導入した。 1861年には、ノウサギ、クロウタドリ、ツグミを導入し、イギリスのノウサギとオウムを飼育していると書いている。1859年10月には、オーストラリア南部のメルボルン近郊にある自分の所有地に、ウサギ狩りのために24匹のアナウサギを導入した。この行為は、当時は他の入植者たちから称賛されたが、 このウサギはオーストラリアの乾燥した気候に順応し、天敵もいないことから爆発的に増え、オーストラリア大陸の生態系を破壊した。ありがとうございます。